オープン戦11室で01福岡8勝4敗1分01日大焼6勝3敗5分03西武5勝3敗1分04オリウス6勝4敗1分05楽天7勝5敗1分05中日7勝5敗4分07東京6勝6敗1分07読売6勝6敗0分09広島5勝6敗4分10横浜4勝5敗5分11専用2勝6敗2分12阪神2勝11敗1分ヤクルトがきっちり落ちてきたな。まだ一人負けしてるチームがありますね。セリーグ1位が中日だ。阪神上げてきたな。中日は今年はありそうやな。ここ10年近くオープン戦もきっちり負け込んでたわけやし、去年のオープン戦は貯金日だったやろ。この時期とシーズン終盤だけ頑張るチーム、マジほどほどにしとけ。オープン戦ごときの順位にこだわるの。勝ったら勝ったでこの時期だけ強い、負けたら負けたで他方面からバカにされるなら勝っといた方がええわなの精神。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。